しいぞ。怪獣デマゴーグはレベル99になりました。怪獣トーナメントへの出場ができます。出場しますか？イエス。お前の計画は進んでいるのか？うん、順調に進んでるよ。では例の賭けを始めようか。俺は貴様のような面倒な手は使わん。ほう、それは楽しみだな。腹減ったなあ。早く昼飯買ってきてよ。何やってんだよ。もうアスカ死んだな。はい、あなたはどなた？うわ、うわ、うわ、人間じゃねえな。どうしたの、アスカ？危なかったぜ。なるほど、名指しで俺たちを狙ってきたわけか。宇宙人の死骸が見つからなかったのは厄介ですね。うん、これで終わるとは限らんしな。よし、宇宙人の手がかりが見つかるまでパトロールを強化する。各自しばらくは単独行動を慎むように。よっしゃ。異常はないみたいね。ああ、アスカ死んだな。奴は俺の秘密を知っていたのか。さあ、街を歩く人たちの中で何人の人が見た旅行の相手。そんな神経質になるなって。でも自分が狙われてると思うと。それにどうしたの？私なんて可愛いから真っ先に狙われちゃうかもしれない。どうしよう。次は子供たちの間で大流行のものです。ちょっとアスカ聞いてんの？お願いします。うん、大丈夫。多分前が狙われることはない。私がこの仕事を始めたのは現代の子供たちに共通の遊び場を提供したかったからなんです。こいつ今の子供たちは学校がどうしたの？そうですね、似てる。やれ塾だ、お稽古だ、パソコン教室に英会話教室、遊ぶ時間が全然ありません。社長に取材ですか？はい、先ほどお電話したコスモ通信のものなんですが。少々お待ちください。へえ、結構流行ってんのね。ナナ、
君たち本当に自分で友達作れないの？おじさん。俺？これ見てよ。うわぁ、私たちより忙しそう。お待たせいたしました。私が社長の明智です。どうも。すみません、お忙しい中。いえいえ。噂を聞いた時は驚きました。子供の友達紹介所だなんて。子供には無限の可能性があります。だから友達を作るのもその可能性に任せればいい、そうおっしゃりたいんですね。そうです。子供たちはそういう大人の勝手な考え方にほとほとうんざりしてるんですよ。あ、そちらの方、何かご質問は？あ、昨日の昼飯どこで食いました？これは変わった質問だ。あの、社長はどんな豪華な昼飯で食べるのかなと思いまして。昨日の昼は出張で飛行機に乗っていました。ですから食事もそこです。豪華じゃないですよ。ねえ、どうだった？似てるとは思うけど別人だと思うな。まあね、アリバイがあるんじゃね。ただこの左手、お前の手には負えなかったようだな。あと一歩のところだった。今度は俺の番だ。黙って見ててもらう。よし。それでは怪獣トーナメントの決勝戦を始めましょう。この大会の覇者、最強の怪獣を作り上げた方には豪華賞品をプレゼントします。よっしゃ。皆さんの健闘を祈ります。頑張って。怪獣コロシアム、へえ、こんなのもらってきたんだ。うん、あ、これ知ってる。怪獣の育成ゲームです。オリジナルで作ってもいいし、手っ取り早いのはニュースで流れた怪獣のデータを入れて改良することですね。例えばデキサドルのデータを入力して、あとは角や牙を付け替えたりしてパワーアップすることができるんです。怪獣のデザインが決まったら餌をやったり寝かせたりして大きくするんです。こんなの画面の中で育つとどうすんだよ。アースネットを使って他の人の怪獣と戦わせるんです。怪獣トーナメント、レディー、ファイト。さあ、怪獣トーナメントの勝利に勝利するのは怪獣、怪獣ヨッシーナツーか、それともオリジナルの主要怪獣デマゴーグか。よしよしよし、よしよし、体のキックが爆裂だ。もうチクショ。おっと、デマゴーグ、お手間を跳ね返した。必殺デマゴーグスペシャル。よっしゃ、スーパーの3番のデマゴーグ最強トーナメント優勝。おかしい。あれから一週間何も起きないなんて。ただいま。来た。やった。これか。
しい。あとは怪獣を実体化させるだけだ。なぜ来ない？俺が狙いじゃなかったのか？乗りたまえ、アスカ・シン、いや、ウルトラマン・ダイナ。遅かったじゃねえか。待ちくたびれたぜ。キッズコミュニティ。力を見せる時が来たよ。待ってたよ、ウルトラマンダイナ。貴様、子供を使って何を企んでる？君と戦ってくれることさ。俺が子供と戦う？私が与えた怪獣トーナメントという遊び場で、子供たちが自分で最強の怪獣を作り上げたんだよ。やっぱりお前は。私はチェーン星人。以前相棒がお世話になったね。奴は私の片割れなんだ。奴は力、私は頭脳。互いの得意な能力で君を倒すことにしたんだよ。地球征服に邪魔な君をね。そんなことに子供を利用させるか。なあ、怪獣トーナメントの決勝見た？見たよ、すごかったな。俺なんか1回戦でデマゴークと戦ったんだからね。すぐ負けたくせに。ダイナとどっちが強いかな。そりゃあダイナよ、ミラクル治ってクールじゃない。でも戦うならデマゴーグを応援するよな。そりゃあ俺たちの代表だから。それこそ子供たちが作り操る怪獣だよ。やめたまえ。私を倒せば怪獣はもっと凶暴になるぞ。トルネードサンダーで一気に蹴りをつけるぞ。見たかね、私と子供たちの最高傑作を。君はあの怪獣に勝てるかな。てめえ、舐めやがって。そら、
ちょっとみんな、何言ってるんだ。電話が OK。 君は怪獣を応援してんのか。だって、デモホークは怪獣トーナメントで優勝した最強の怪獣だぜ。怪獣トーナメント？ふっ、じゃっ、じゃっ、じゃっ、こと言わないで。これはゲームじゃないのよ。目の前で壊されてるのはあなたたちが住んでる町なのよ。ライナー、ライナー、さあみんな早く逃げるのよ。さあアイク急いで。ライナー、ライナー、急いで急いで。ライナー、いいぞデマゴーグ、かっこいいぞ。あの会長さ、君の仲間が釣ったのか。誰か知らないけどそうだよ。いいぞやっちまえ。そうか、あの怪獣、きっと子供が操っているんです。子供？できました。よし、リョウ、このままじゃダイナが危ない。発信源に急行しろ。ラジャー、うわを刺せ、デマゴーグ。おい、しっかりしろ。大丈夫か。おい、しっかりしろ。下がって。どうした、デマゴーグ。デマゴーグ、どうやら失敗のようだ。私の作戦が失敗などするはずない。今度は俺に協力しろ。そうすれば必ず奴を倒してやる。何をしている。ダイナにとどめを刺せ。に呼ばれて、うん、みんなありあり。もう何よこれ。子供たちにすぐに友達を作れる方法を教えてやろうと思って。それってもしかして。そう、みんなで元気よく野球をしよう。もっと高く
はアウストラロピテクスギガンテスを知っているか。遭難したアスカが出会った2匹の巨大エンジン、人間は彼らと共存することができるのか。次回ウルトラマンダイナエンジンの森、お楽しみに。